けなく、あなたの腕につかまれば肩にこぼれる不思議なフィーリング、キュンとハートを痛くする、それ女の子いくつになっても恋した人のプリティは全く知らないという千秋、由緒ある服部家とはいえその家系はすでに忍びを生業とはしていない。千秋と雄一郎は相思相愛の間柄であるのだが、様々の事情により別れていたのであった。千秋さんは今回どのような理由で忍びの者高校にいらしたのですか？転入するためです。ところで転入したい理由は何なんでしょうか？私は今まで雄一郎様が一人前の忍者になって迎えに来てくださるのを待っていました。あらららら、それじゃ質問の答えになってませんね。うるさいぞ、話を最後まで聞けよ。私考えました。雄一郎様が一人前の忍者になるため苦しい修行を積んでいる間、私はただ待っているだけでよいのかと。おお、それで忍者になるために忍び殿の高校へ入ろうと考えたわけですか？ええ、そうです。そのための修行は一通り積んでまいりました。おお、お互い一人前の忍者を目指し技を磨き合う恋人であるならば、そうするのが当然ではないかと。なるほど。服部君。はい。今のは千秋さんの事実上の恋人宣言ですが、多くの女性ファンに何か一言。僕は聞いてれば勝手なことを言って、ここはド素人が入れる学校じゃないのよ。知っています。ちょっと、お前たちこそド素人相手に何をする気だよ。ド素人であろうがなかろうが、服部君に近づくために転入しようだなんて、あたいたちは許せないのよ。それなら千秋さんの代わりに私が相手になるわ。真子さん、美香さん、私なら大丈夫です。忍者になるための修行は積んでまいりました。わざわざざわざわことを荒立てんでも、このパパ
君たちも知っての通り、我が子はちょっとやそっとで転入できるような簡単な学校ではなかったりする。千秋君が私の選んだ我が校の優秀な一生徒と対戦して勝ったりしたら転入を認めよう。対戦は一週間後じゃ。しかし尾形君、こういう美人は試験なしで入れてあげたりしたいものじゃねえ。いやー、実に同感でんげっす。意見が合いましたよ。あ、先生、先生。で、校長、対戦相手は誰なんです？まさか、あの肉丸では。あ、いや、実はね、全然考えていないの。さっきの思いつき。校長、対戦相手は君に任せる。適当に選んだりしてやって、ね、校長。転入試合の相手を僕にやれと？忍びの者高校切手の秀才の君を置いて他にはおらんのだよ。優秀な生徒として選ばれたことは光栄に思います。しかし生徒会長自らが対戦するというのはどんなものでしょう？確かに生徒会長が対戦して万が一負けたとあっては忍びの者高校のメンツは立たぬ。しかしな、肉丸、いや猿飛びがいるではありませんか。ま、頭脳体型には問題がありますな。はい。あやつは体型に問題があるばかりではない。綺麗子にはめちゃんこ弱い。綺麗子。すると転入生というのは女性なのですか？そうだ、服部のいとこ千秋くんだ。千秋さん。千秋さん。この世界は非情です。美しいあなたには似合わない。小太郎様、いや待てよ、万が一ということが。冗談じゃない。どうたの先生、服部を戦わせてはどうでしょう？いやしかし千秋君は服部のいとこだぞ。たとえいとこであろうと服部は手加減をするようなやつではありません。なるほど、じゃあそうしよう。あの美人と服部が対戦？恋人相手によく戦えるな。わざと負けるに決まってるだろ。同じ学校に通うチャンスだもん。服部君と千秋さんを戦わせるなんて。雄一郎様。雄一郎様、私が参りましたことを怒っていらっしゃるのですか？怒ってはいません。それでは何を？忍者は非常、試合までは僕たちは敵同士、敵同士が一つ屋根の下で暮らせるとでも思ってるのですか？分かったらこの家に入らないでください。あら、おかわりなさい千秋さん。転入のことどうなりました？雄一郎さん、どうしたのかしら。千秋さん、そんなところに立ってないで中へ。入れないでください。おばさま、落ち着き先が決まりましたらご連絡いたします。千秋さん。お母さん、僕たちは今敵同士なんです。敵？
ない？対戦相手のうちにいるのは気まずいでしょ。マコさん。そうだよ、そうしなよ。ありがとうございます。本当にありがとう。試合まで練習も必要でしょ。パパがこの道場自由に使っていいって気楽に練習してね。本当に何から何までありがとうございます。じゃあ私帰ります。千秋さん頑張ってね。私などが雄一郎様に勝てるはずがない。しかし万一勝つことがあったなら雄一郎様の立場はどうなるのであろう。一人では練習にならないでしょう。風魔さん、なぜ私のために。美しい人のためなら僕はどんな苦労も厭わない。さあ千秋。風魔様にまでご迷惑かけるわけにはいきませんわ。いや、何行きますよ。はあ、ふうまさん大丈夫ですか。すみません。僕ね、大丈夫。ああよかった、対戦相手にならなくて。戦えない。私にはやはり雄一郎様と戦うことなどできない。ダメ、学校の隅から隅まで探したんだけど千秋さんどこにもいないの。ねえまこちゃん、お腹すいた、早く帰ろうよ。そいつはおかしいね。私がもう一回探してこようか。ねえまこちゃんたら。もう先に帰ったのかしら。まこに一言もなしに。そんなバカな。とにかくミカ一緒に来て。ああお腹すいた。千秋さん、すみません、黙って出て行こうとしたことは謝ります。しかし分かってください、私は雄一郎様と戦うことなどできないのです。待って、千秋さんは忍びの者高校へ転入したい理由としてこう言ったわよね。お互いに一人前の忍者になりたいって。忍者は非常よ。忍者になろうと決めた時答えは出ていたんじゃない。マコさんは私に雄一郎様と戦うとおっしゃるのですか。そう、千秋さんが本気で忍者になるつもりなら、そして本当に服部君を愛しているなら、そうですね、忍者を目指す者なら力の限りを尽くして戦わなければ、そうしなければ雄一郎様に失礼ですよね。従って戦国時代の忍びはまさに影に生き、影に死すのがその宿命だった。しかし現代の忍者はこの伝統ある忍びの術を体で覚え、しかも科学的な裏付けのもとに千秋さんと戦うこの僕が、そんなことができるはずがない。私の授業中に考え事。すいません。すいませんで死ぬかい。昨日お前たちが自分で埋めた地雷だ。当然覚えているはずだな。よーい。
体なんですか。あ、僕はここで千秋さんと戦う。試験とはいえ、なんと残酷な運命なのだろう。今ならまだ辞退できる。愛する人に刃を向けられるか。服部くん。先輩、ギリガさん。服部くん、千秋さんと戦ってあげて。え？服部くんが対戦相手と知ったとき、千秋さんは帰ろうとしたわ。でも彼女は忍者となり、服部くんと共に生きる道を選んだのよ。お願い、千秋さんは必死よ。服部くん、一人の忍者として忍者を目指す千秋さんと戦ってあげて。私の言いたかったのはそれだけ。忍者として。そうして、あっという間に転入試合の日が来たのであった。ご都合主義もここまでくれば、やっぱりやっぱり日本。行くぞ、千秋さん。雄一郎様。筋肉踊るな。こんなことをしていても雄一郎様には勝てない。
して千秋さん、どう？あなたが本当に忍びとして生きるなら、本当に服部君を愛してるなら、本気で一生懸命戦わなければ雄一郎様にも失礼になる。なんというかすごい試合だった。とにかく千秋君、君の転入を認めよう。私転入いたしません。そんながっかりな。なぜです？あなたはもう立派な忍者ですよ。いいえ、千秋は悲しゅうございます。雄一郎様が手加減なさるとは。千秋さん、僕は力技とも千秋が負けました。しかし心では千秋が勝ちました。雄一郎様、忍者として強いお心を持ってください。僕は本気だった。手加減などしなかったんだ。服部くん、いやあ、服部くん、私たちも千秋さんに負けないような立派な忍者になりましょうね。はい。後には私が控えておるし、落ち目のスターはかわいそうね。ええ、確かに私肉丸くんが好きです。だからって男の子誰も私に声をかけてくれない。みんな私の相手は肉丸くんと決めちゃってるんです。でもとうとう私のこと好きだと言ってくれる方が現れたんです。はい、しかもその人は青い目の外人。次回寒い国から来たスパイ。ごめんね肉丸くん。手違い、間違い、関係